久保さん、帰ってきたらしいじゃないですか。まあ、解釈は無限ですよね。まあ、結局その人がどう感じるかだと思うんですけど。うーん、まあ僕があの今回の動画でお伝えしたいのは、じゃあ感じた後どうすんのって話です。うん。じゃあ例えば、久保さんの言う通り、あのー、なんだ、久保さんのアンチで、なんだ、 いやその再生しないと分かんないだろうと。再生したのはお前のせいだみたいなね。いや、お前が俺を再生させる気にさせたんだろうと。みたいな感じじゃないですか。じゃあ、まあ世の中に本とかね、映画とか別に YouTube 以外の、まあ、コンテンツってテレビ番組とかいっぱいあると思うんですけど、じゃあ、例えば、多分人生の中で自分が思った通りの すべて、例えば、新聞を見ます。なんか面白そうだな、見ます。100%面白かった。じゃあ、えー、ハリウッド映画の番宣 CM ありますよね。なんかめっちゃ面白そうじゃないですか。あのハリウッドの番宣 CM。なんか面白そうだな、映画館行きます。ね。なんだよ。なんか番宣で煽ってたより全然つまんねえじゃないか,とか、ね。あとね、みんな泣いてたのにどこが泣くねみたいなとかね。あ、ま、いろいろあると思います。 だひゃ全部今まで人生の中で生きてきたと、生きてきた中で、自分が思い描く通りに100%そうなった。ありえます多分ないっすよね。例えば野菜買うにしても、野菜買うにしても、た玉ねぎね。じゃ玉ねぎ買いましたで。うまそうな玉ねぎだなと。特化品だと。で玉ねぎ開けたら虫いるみたいなね。<laughs> おい、みたいな。この、腐ってんじゃん、ここみたいな。とか。 なんかそういうのはあるじゃないですか、普通に。でその時にね。その時に <laughs>。じゃあ、じゃ玉ねぎね。ふざけんな、虫、虫入ってんじゃねえか、この臭いやろう。って電話する。で、あと、映画見に行った時に、ふざけんな、ハリウッド、あの、番宣でね、CM してたのやつ、内容と全然違うじゃねえか。 全然泣いてねえじゃねえか、みたいな。俺泣きたくて行ったのに、な、感動したくて行ったのに、全然感動できなかった、クソ野郎あの、金返せ。うん。じゃあ、テレビ番組ですね。で24時間テレビ見ていな。もう何が、またさら歌ってんのはふざけんなよ、バカ野郎、みたいな。その金、なんか芸能人の金だろうと俺のその返せみたいな。バカ野郎。<laughs> っていう人生を送るんすかっていう <laughs>。え、ずっとその人生を送るんすか <laughs> もう別にそのね、ファンキーですね <laughs>。ファンキーっすね <laughs>。僕はそれ嫌ですね。毎回毎回ケチつけるみたいな <laughs>。それ人生なんかちっちゃくないっすかそれ <laughs>。え、じゃあじゃあじゃあ、じゃあこれ人間に置き換えましょうか。これだったらまあわかりやすい腑に落ちていただけると嬉しいのかなと思うんですけど。 じゃあ子供が生ま,まれます。僕たちも昔は、ね、そのケチつけてる方も昔は子供でした。ちっちゃい子供でした。何やってんのうるさいわねみたいなね。静かにしなさいみたいな。ウえーみたいな。自分は騒ぎたい。自分の100%を出したい。今騒ぎたい。怒られる。みたいなね。 なんでそんな,そんな食べるのみたいなね。いや、今食べたいんだもん、おかしい。みたいなね。ダメだよみたいな。まあ、そういう、あったと思うんですけど。まあ、何が言いたいかっていうと、生まれた瞬間完璧でしたっていう、自分も <laughs>。できないこといっぱいあったし、間違いいっぱいやっただろうし、母ちゃんにいっぱい迷惑かけただろうし、なんかその、ふすま、まあ、ちょっと古いかもしれないですけど、ふすまのね、ふすまのこの、なんか、ぼちぼち開けただろうし、 何やってんのみたいな。え、完璧ですかそれ。薄間に、なんか、このね、1万とか2万するわけじゃないですか。1万、2万するのかな。あの、障子かなボン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 開けた古いから。今、あんまないですかね。ボン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 。だ久保さんの家ありますよね。昔なんかこんな、ピパーンってやってなかったですかなんか。それ、やりたいじゃないですか。それ完璧ですか <laughs> 間違ってますよね。間違ってるとか迷惑かけてますよね。なんか。 だから何が言いたいかって、生まれた瞬間僕たちもそもそも完璧じゃないし、だから世の中に完璧なんかないっすよ。自分が思った通りに全部行くみたいな。え、思った通りにね、ふすま開けてたらふすまなくなっちゃいますよ。<laughs> ね、どう、どうっすか <laughs> なんかそこね、ウ、え、ェーンつってね、最初うんこするわけじゃないですか。じゃあそこら中にうんこしてたらね、誰も拾ってくれなかったら、 えうんこまみろの家でそ過ごさないといけないんですよ。大丈夫っすから。<laughs> でも、うんこしないんですよね。うんみたいな。うんこさらできないです。僕たち。トイレで。<laughs> だ完璧ないっすからね、うん。そう。大人になっても完璧ってあるんですか子供も大人も完璧は無理ですよ。もし完璧があるとするならば、うん、この世から犯罪も消えないだろうし、 あ,あ、消えるだろうし、完璧があるんだったらね。うん、なんだろう。うん事件も、交通事故もほぼないんじゃないですか。みんな、速度制限。60キロ。速度制限60キロ、50キロありますよね。みんなが50キロ守ります。みんなが赤信号、黄色信号止まります。譲り合い。まあ、教習所で譲り合いみたいにならったと思うんですけど、みんなが譲り合いして。 ね。えー、みんなが速度制限がっちり、法定速度40度、四十キロです、みたいな。1キロの誤差もなく、もう40キロ以下で走る、みんなが。こう結構、まあ、ゼロにはなんないかもしれないですけど、ほとんどの交通事故なくなりません思いやり、速度守る、あの、全部ルール守る、えー、なんだ、巻き込み確認みたいな巻き込み確認、みたいな。完璧ですか 完璧に毎回巻き込み確認できてますか一度たりとも巻き込み確認をせず。完璧にできてますっていう <laughs>。黄色か赤、微妙なライン。どうすか言ってないですか <laughs> あの、駐車停止 <laughs> まあ、中金結構切られる人多いと思うんですけど、駐車ダメですよ、みたいな。<laughs> 完璧に守れますか一時停止。 え、ここ一時停止あったんですかみたいなね。一時停止です、みたいな。<laughs> 完璧に守れますから完璧は無理ですよ。完璧は無理です。だからその時に、完璧じゃない無、無理なんです。だけど、どう感じるかなんですよ。じゃあ話を戻すとね。だからその動画を見た時に、自分、映画を見た時に、何かを見た時、何かを聞いた時に、自分が求めてるものと違った時に、どう感じてどうアクションを取るか。 これが人生の分かれ目じゃないですか例えばね。なんか、一時停止で止まる、止ま、し、じゃあ、100歩譲って、100歩譲って、その、路地の小さい道でね、その、警察張ってる、よく、まあ、そこ、捕まりポイント。ね、警察も、ポイントアップ、ね、お仕事、取れる、ね、その、秘密のスポットですよ。みんな、この一時停止、知らんだろう、みたいなとこですよね。で、警察張ってるじゃないですか。 うい、一時停止した。よっしゃーみたいな警察官ね。まあ、よっしゃとは警察官言ってるか分かんないですけどね。心の中で、ね。おし、捕まったな、みたいなね。まあ、お仕事ですから、一応。で、あのー、ふざけんなと。えこれ一時停止分かりづれんだよ、バカ野郎っつってね。で、その後、もう警察官にブチ入れて、殺しちゃいますかまあ、こう、極端な例ですよ。どう感じて、その後どうアクションするのか。それによって人生変わりませんか大きく。 ま極端な例ですけどね。だから、まあ、何かをあの見,見たときに、結局どう感じてどう動くのか。結局それが人生の分岐点です。だから本一冊でも人生変わる人はいるわけですよ。でも本一冊読んだだけで全然人生変わらない人いるんですね。本百冊読んでも人生変わらない人います。でもたった一冊の本で、たった一人の人と出会っただけで人生が変わる人っています。 じゃあなんでたった一冊の本で人生が変わる人がいるのか、たった一人のメンターとの出会いで人生が変わる人がいるのか、それはその人がその人に出会ってどう感じてどう動いたか、それだけです。わかりますね。結構いい話じゃないですかね、これね、コウさん。まあ、いいや。<laughs> いってらっしゃい。